やってみましょう。手持ちのツムすべて紹介終了まで終われません。続きましてはドニャルドでございますね。僕が一番好きなツムでございます。誕生日近いんですよね。だから何年前だったかな、もう2年前のディズニーランド行った時にね、たまたまその僕が誕生日当日に行けたんですよ。その時にね、もう誕生日と近いからって言ってドナルドのフェアみたいなのやっててね、もうねすかさず行きましたよ。本当にもうドナルドの T シャツ買ったりカバン買ったりとかね、本当ドナルド大好きでございます。性格が似てるんですよね。短期すぐ切れる、そして何よりも、人からいじられてですね、最後は痛い目に遭うっていうね、そんな感じでございますが、僕はね人にいじられるのが大嫌いなんですけどね、まあ、そんな話はどうでもいいとして、今、スキルをね2回ほどお見せしましたが、ドナルドのスキルはねこうやってタップするたびに1個ずつツムを消してくれるというスキルを持っています。なのでコンボ数を稼ぐには非常にうってつけなんですが、コイン数のところを見てほしいんですけど、ね、皆無ですよね、もうほぼほぼね、スキル。残念ながら、まあ、一個ずつ消したところでコインを稼ぐことはできませんので、まあ、コンボ数っていうのもあっという間にこうやってね、もう、すごいですよね、もう200いきますよ。もうほら、200いった、200いった。で、もう一回いけると。で、これ、上手な人とかだったら、ね、ドナルドを狙い撃ちして、で、こうやってドナルド狙い撃ちして、あと一個足りなかった。狙い撃ちしてですね、でまたスキル貯めて、で連続でまた使っていくという、そんな感じでね、コンボ数貯めていったらね、おお、もう300いきますね。300いきましたね。300、あ、いってねえや、300もう間もなくいくっていう感じですね。はい、いくかな、ギリギリ300はなんとか到達しましたね。はい、ということ、あ、いってねえや、あれ300、あれ304かと思ったら全然10も足りなかった。まあとりあえず300は頑張ればいけるという、そんな感じですね。だからコンボ数を貯めるべきミッションにぶち当たった時にはドナルドさんはね非常におすすめかと思います。はい、ということで私が大好きなキャラドナルドでございました。ではまた次回。